どうも桜井徹です。新夜回り続けていきたいと思います。何やらループに入っちゃってるような気がしますが、続けていきましょう。お、これはまたあれじゃない、落書き。わー、ずいぶんこう込み入った感じになってきてますね。真っ黒に塗りつぶされてる二人ぐらい人はいんのかな。どうせ閉まるんでしょ、扉。うえ、それ見たことか。ん、お、お、離れよう。しか明るくない。このなんだろう、このさ、ラグの食感がちょっと鉄みたいな音入ってて嫌だ。好みです。もうちょっとふさふさがいいな。こんなシャキシャキした感じの音じゃないラグを買いたいですね。また出たよ、このどうしたらいいかわからない時間。どうしようね。もう枕だともう何してるかわかんないさ。勝手にこのライトが消えるのは何なんやろ。周りくどいことしてくるなぁ。なんか言いたいことでもあんのかいな、こんな周りくどい。なんかライト何回も消したりするの。なんなんじゃ。ここは物置小屋か。あるよね。別に物置にするつもりはないけど物が溜まっちゃう部屋ってさ。手帳が落ちてる。あ、手帳から乱暴に破られたページがはみ出している。読んでみよう。今日、息子が死んだ。重い。スタートが重い。この家は呪われている。あの噂は本当だった。私の母も妻も殺された。ついに息子までも。私はこの家から出ることができるのだろうか。書斎から続く廊下に立つあれと、目を合わさずに渡りきることができるだろうか。誰かの手帳を拾った。ヒントとしては、目を合わさずに行けるだろうか。書斎から、うん、なんかある。燃えた跡がある。書斎の鍵を拾った。そんなとこから怖くないの。なぜか真っ黒になってる。目を合わさずにか。書斎の鍵よ。あれ、選ぶのミスったね俺が。書斎の鍵。合わさずにな。オッケー。あっ、くそ、なんかやべえのいた。ん、なんかドシャンって言ったぞ。何の音や。ま、うん、セーバーしようね。オッケー。さてと、まあ、とりあえずは見ずには済ん。うわー、ドシャッとなんかなってるぞ。こんなところに。あ、じゃ、あ、また落書きが。わあ、ビビッドな色使い。目を覆いたくなるような落書きだ。
真っ赤な落書きを拾った。さあどうすっぺ、上は上がれるようになった？また2階ではあるな。どうしたらいいんやろこれ。下に降りたらええんかな。あ、ループだ。下にも降りられないってことはまたどっかしら行かなきゃいけないんだ、この奥の部屋の。オッケー。おっと、え、柱がピクピクしてた。うふうふ、鍵かかってる。鍵かかってんじゃん。じゃあどこも行けないじゃん。あ、ここ、はいはい、センター、ここね。うっ、キャッ、キャッ、ライトを当てながら移動しよう。よし、消えた。キャッ、あ、隠れられるのね。あ、すごい。ここクローゼットの中は安全だとはいえ、ちょっと汗がすごい。うわぁ、生産、いつの間にこんなに血が、ひどい、もう火事なんて。おう、なんか、良くない子がいる。良くない子がいるぞ。こんなね、ダメよ、クローゼット。嫌な音。あら、どうした？あ、消え、おお、夢ってなんだろうね。絵日記だ。ページが破られていて薄っぺらい。あ、このページには絵が描かれている。柱？あ、さっきの柱だよね、これ。柱を燃やしたらいいのかな。何かが燃えているのかな。真ん中にあるのは何だろう。絵日記を拾った。うん、あの柱を燃やしたらいいっちゅうことかな、なんて思ってますが、そんなことしたらそれこそね、燃えちゃうじゃんね、この家。ただこいつが一番悪いやつな気がする。お、結婚、あ、上に行けって言ってる。じゃあまずセーブね。した。上に行きましょう、上に。やっとループから外れました。違う違う、間取りが違うぞ。OK、 進んでるね。いいよ、よし、行ってみよう。おっ、おお、大変だ。長い廊下ね。ここ3階でしょ。広いお屋敷なんやな。なんかいる？ん？なんか、ん？ポケみたいなのあったけど。あ、ガラスか。はいはい。はいはい。ポケじゃなかったな。なんかいる？それは無理って。それはもうピクピクしてるじゃん、もう。避けれんって、あれは予兆がありゃ避けるけど、それは初見殺しよ。はいはい、ここ行こう。で、ガラスが落ちてくるな。初見殺しやったな。何が出てきたやろ。お、クリーンヒットしてしまったわ。ガラスクリーンヒットダメなんだな。こいつ触れなかったら、え、ずっとピクピクしてんのかな。いや、触れない。一生ピクピクしてろ。かわいそうにな。
こっちがこうアクションというか注目するまでずっとあれピク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 するんでしょ。多分ピク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 するのにもね体力使うと思うんだよ。あえて気づいてあげない、うん、でここはゆっくり行ったら当たらないんやな。うん、わかった。難しいね。まさかね、脳天直撃になるとは思わなかったわ。ここなんやろ、ずいぶんエレベーターでもあったんかな、この家。離れておこう。ガチャって開くんやろ。違う、手だと思ったら完全に殺意の高い槍だった。うん、そら死ぬ。オブショパーツ。うん、危ない。もう即死ギミックやめてほしいな。おおおお。あれぐらい何余白作ってくれてるとね、避けがいがある。セーブしよう。あれはちゃんと避けられたな。よかったよかった。うっそう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 。ああもう、てか椅子に追われてさどうなるの。座らせてくれたりとかそういう動きじゃないもんな。あ、またパリンパリンエリアだ。気をつけましょう。バターンってなりそう。バターンってなりそうやから、ちょっと離れてよ。自立すんの？すごいね、なんか。お？扉な。はい。お？あの椅子、暴れる椅子やから、あんま好きじゃないな。この炎を使ってこやつを燃やせってことやろ。あ、うん、あ、あ、よかった。後ろ、お、なんだ、おお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 、大暴れ、滝、やば、ビクビクしてるやん。まあ、避けりゃいいんやな。最終的に真ん中の机が動きそうやな。早く壊れろ。長持ちやな。なんかやらなあかんのかな。なかなか壊れないな。おお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 お。バグってる子やな。おおおお、大変じゃんね。ういうえ、あぶねー。うわ、すげー、手裏剣みたいになってるやん。いやー、怖い怖い。あー、狙ってくるシャンデリアが。狙いこっちゃ。あ、おお、狙ってくる。避けれるよ、そんな。縦に FF14 やってないぞ。大丈夫大丈夫、はいはいはい、避けましょうね。全範囲とかね、避けれますから。はい、OK。 おっ、よし、こいつのとこに近づけたらいいんちゃうか。飛び道具はすっごいな。
いやずっと物理攻撃やったからな、避ければいいと思ってたな。最終的にああいうのを使ってくれるからな、ちょっと怖いよな。というかみんな耐久値高すぎる、早く壊れてる。足を捕らわれるのが危ないね。だからこの子たち壊すのもある程度端っこまで行って壊れてくんないと、あとあとちょっと邪魔くさいことになるな。よし、魔法だろ、おいでよ。ほら、こっちだ、こっちだ。こっち、こっち。ここに火当てるんちゃうんか。まあ、自業自得やからな、同情はせんぞ。おお、往生際が悪すぎる。おお、出よう、出よう。そこ？ああ。まあ、私のせいじゃないから。ねえ。危なかったね。君は命の恩人だ。うん、一生世話するよ。ん？あれ？家戻ってない？ああ、クリアしたら出してくれる家なんかな。お化け、お化けにもいろいろなものがいて、私以外にも大事なものが見つからなくて困ってるものがこの町にはたくさんいるようです。夜にさまよってるすべての人が無事に家に帰れるといいな。そうね、うん、ほんとそう思う。はい、セーブします。じゃあ今日はこれぐらいで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。